普段は真ん中から、機嫌のいい日は左分け、機嫌の悪い日は右分けと決めちゃってるから、一目で分かってうちの主人操縦しやすいわよだって髪の分け方でね、便利でいいわね。本当だね。は？今度は父さんが低気圧だよ。我が家の気圧配置。まあ、散らかしっぱなしで。今日は父さん早く帰ってくるからちゃんと片付けとかないと雷が落ちるわよ。父さんよく天気が変わるからな。台風にしないように気をつけてよ。南の海上に発生した熱帯低気圧は勢力を強めて台風になる恐れが出てまいりました。いやーね、タイミングが良すぎるわ。おっと。あ、おじいちゃんおかえりなさい。あ、タラちゃんただいま。そうか、カツオにボールを借りてきたのか。そうです。あ、だれだれ、おじいちゃんに貸してごらん。せーの。まあ失礼な。あ、どうも、これすいませんです。こちらもどうぞ。え、急いで片付けたのに。お父さん帰ってこないじゃない。ほんと遅いわね。どうしたのかしら。姉さんの天気予報も当てにならないんだから。何言ってんのよ、雷が落ちて。あ、どうも。と、大雨が降らないように予報を出してあげたんじゃないの。うん、ほら帰ってきたわよ。ただいま。なんだ、お母さんだったの。高気圧の晴天だよ。ほんとね。え、38、39、40、41、42、43、4。タラちゃん、リカちゃん、あ、なんだ、ここへ移っとったのか。どうしたんですか。あ、いや、なんでもないんだ。公園で遊んでらしたんですか。それじゃなかなか帰ってこないはずだわ。うちの気圧配置はまずまずってことだね。そうね、明日も秋晴れのいい天気が望めそうだわ。何のことだ。ん、お、こっちのことよ。ねえ、カツオ。うん。ん、わあ、上手です。タラちゃん、お風呂に入ろう。おじいちゃんと入ります。ん、何、わしと。うん、一緒です。そうかそうか、じゃあおじいちゃんと一緒に入ろう。ほら、水鉄砲だぞ。うわうわー、どうなってんの、二人。あまり天気が良すぎんのも不気味だな。あら、あなたどうしたの。子供に相手にされない父親っていうのも寂しいもんだね。マスオさんの方が秋雨前線になりそうだわ。え、おじいちゃんと。うん、一緒に寝ます。約束したんだもんな、タラちゃん。おじいちゃんのお布団です。まあ、おじいちゃんの布団で。そうです。じゃあ寝ようか、タラちゃん。お先に。おやすみなさい。本当にどうなってんのかしら。でもタラちゃんのおかげで低気圧にならないから助かるよ。台風は近づいておりますが、明日はまだ秋晴れの好天気が望めそうです。どんなお話をしてあげようかな。おい、カツオ。あれ、タラちゃんもう寝ちゃったの。貸し付けの前はね、父さん。あ、いや違うんだ。カツオ、童話の本があったら貸してくれんか。童話の本を。タラちゃん、わしの知ってる童話はみんな知っとるんだよ。はい、お父さん。あ、すまんな。でもその本もタラちゃんほとんど読んでもらってるよ。え、そうか。たまには二人だけになりたいって思うこともあるけど、タラちゃんがいないとやっぱり寂しいもんだな。うん、父さんの部屋にいるって分かっててもね。あら、タラちゃん。あ、おじいちゃん、どうしたんだい。眠っちゃった
です。もう寝ちゃった。お父さん明日目を覚ましてタラちゃんがこっちへ戻ってると知ったらきっとがっかりするだろうな。じゃあ明日の朝早くそっと父さんのところへタラちゃんを戻しときましょうか。あ、そうしよう。よく眠ってるようだよお父さん。うん、驚いたな。トンボさんが逃げちゃったです。なんだ、赤トンボ捕まえようとしてたの。よそのお家へ飛んで行ってしまったらしいな。いないですね。よし、タラちゃん赤トンボ見つけに行こう。飛んでおらんな、公園にも。見えないですね。赤トンボも簡単に見られなくなったとはな。なに、どこに。ほら、あそこです。あー、いたいた、やっと見つけたな、タラちゃん。よかったです。もしもし、何かあったんですか。あ、いや、ちょっと赤トンボ。赤トンボ。本屋さんにもやってきたの。新しい童話の本を買ってきたんだ。おじいちゃんに読んでもらうんです。今日はパパに読んでもらいなさい。そうかそうか、よし、パパが読んでやるぞ。わしがタラちゃんを独占するわけにはいかんからな。台風が本州に上陸する恐れが出てまいりました。いよいよ来るか。でも我が家は晴天続きのようね。うん、気圧配置がいいからね。